ジョシュア・バリンジャー・リッピン・コット・ローゼンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州マンハッタンビーチ、出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のアトランタ・ファルコンズ所属。ポジションは、クォーターバック。2018年 NFL ドラフトで、アリゾナ・カージナルスから一巡全体10位で、指名されたが、翌年のドラフトで、カージナルスが、QB ・カイラー・マレーを指名したことに伴い、 ローゼンはドルフィンズへトレードされた。ローゼンが入学した2015年の UCLA では、それまで3年間先発 QB を務めていた、ブレッドハンドリーがプロ入りし、QB に大きな穴ができた。春そして夏の練習での先発 QB 争いに勝った、ローゼンは開幕前の8月26日、先発 QB に指名された。開幕戦では、351ヤード。 3td を投げ34から16でバージニア大学に勝利した。ローゼンは赤シャツ経験のない1年生として初めて UCLA の開幕先発 QB を務めた選手となった。その年は大きな活躍を見せ数々の賞を受賞した。2年時の2016年シーズンはシーズン途中で肩を負傷しわずか6試合の出場にとどまった。 三年時の2017年シーズンは開幕戦でテキサス A&M 大学と対戦した。この試合で491ヤード 4TD を投げ、1時34分点差をつけられていたところを第4球残り48秒で逆転し、45から44で勝利した。34点差の逆転はチーム史上最多、FBS 史上2番目の点差となった。 この年は旅重なる脳震盪に苦しめながらも3756ヤード 26td10int を投げ超寸ローゼン、超寸ワンなどと称された2018年1月3日ローゼンは2018年の NFL ドラフトにエントリーすることを発表したローゼンはアリゾナカージナルスから一巡全体10位で指名されたこのドラフトではメフィールド ダーノルド、アレンに続いて4番目に選ばれた QB となった。2018年5月10日、カージナルスと4年1784万ドルの契約を結んだ。トレーニングキャンプではマイク・グレノンとの2番手、QB 争いに勝利した。そして2018年シーズンの第3週シカゴ・ベアーズ戦で、試合途中にサム・ブラッドフォードに代わって出場し、36ヤード、 1INT を投げた。その後先発に昇格し、14試合で2278ヤード、11TD、14INT を投げた。チームは3勝13敗で、リーグ再開に終わった。2019年4月26日、2019年ドラフトで全体1位指名権を有していたカージナルスは、QB カイラーマレーを指名した。 ローゼンは2019年ドラフト二巡指名権、2020年ドラフト5巡指名権と引き換えにドルフィンズへトレードされた。開幕戦ではライアン・フィッツパトリックの控えとなることが発表されたが、開幕に連敗を喫したところでローゼンが先発に抜擢された。その後3試合に先発するが勝ち星を得ることはできず、第7週のビルズ戦からは再びフィッツパトリックの控えに回った。 オフにドルフィンズがドラフトで QB のトゥアタゴバイロアを指名したためローゼンはトレード要因に回されチームからリリースされた2020年9月にタンパベイバッカニアーズのプラクティススクワット入りしたが12月にジミー・ガロポロ、ニック・マレンズを怪我でかき QB 不足に陥っていたサンフランシスコ・フォーティナイナーズに移籍したローゼンは シーズン終盤の2試合でアクティブロースターに入っていたが、出場機会はなかった。2021年2月8日、フォーティナイナーズは、ローゼンの1年契約延長にサインしたが、2021年8月17日、フォーティナイナーズからウェーバーにかけられた。8月24日にアトランタファルコンズと契約した。ありがとうございます。